疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日も土曜日の営業が今終了いたしまして、はい、いや今日はたくさんの方に来ていただいて、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。で、明日は日曜日なんですけど、はい、今日は7月31日で7月最後の営業日、はい、で明日から8月ですね。まあ本当あっという間ですけども、うんうん、来月はまだ夏真っ只中なんですが、うん、はい、まあ先日ですね、こう、まあ、うちの代表とも話をしてて、うん、まあ、夏が終わったらね、うん、どうしてもこう、まあ、紫外線や、いろいろ海やプールの、ね、こう刺激も受ける中で、髪も疲れてしまうというところでですね、そのアフターサマーのちょっとケアのね、こうメニューなんかもね、ちょっと考えておりまして、そうだね。でね、ポップ作ったんですよ、うん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 、チラッと、はいはい、まあ、こんな感じで、うん、コースをね、2つ用意してるんですよ。なるほどね。そうそう、うん、夏のケア、何コース？え？何コース？ほんとね、サマーヘアケアコース、うんうん、いいですね。いいでしょ。あとスカルプケアコース、うん、そうです。夏のケアをするなら今しかない、うんうん、というね、まだ夏なんだけど、うん、まあ、秋冬をね、見据えて、うん、ちょっとそういうのをやっていかなきゃいけないぞと。そうですね。夏に受けたダメージが出るのが、はい、やっぱり秋にダメージがガッと、ね、なんでこんな傷んでるんだろうってなるのは、うん、夏の影響が一番大なので。そうですね、うん、だからね、やっぱりしっかり紫外線対策をしなきゃいけないのと、うん、まあ、あとはあれですよね、頭皮も汗、うん、とかね、いろいろかくからやっぱりね、清潔にしといた方が、そうですね、いいので、うん、そう、ぜひそういうスカルプケアとかね。そうですね、まあ、今、うん、まあ、本当に、まあ、今ね、夏が終わった後のケアっていうお話なんですけど、うん、まあ、もちろん夏、今ね、できることもたくさんありますし、うんうん、まだまだミントシャンプーもね、活躍してくれる季節なので、うん、うちにもご用意しておりますので、うん、あのね、内藤さん使ってるんでしたっけ？はい、使ってますよ。お家で。あ、お家でね。うんうんうん、いや、僕も、いやいや、お家でなんですけど、あのね、やっぱいいですよね。うん、暑かった日の夜に使って、ちょっとね、涼しい部屋なんかに入ると、うん、あーっていう、うん、なんかいい気分になれる。あ、そう。そうそうそう。いや、まあ確かにそうなんですよ。ミントシャンプーはね、うん、いいと思う。でしょ、うん、うちはいいと思うよ。そうそう、香りも爽やかですしね。うん、そう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 、まあそういうのもね、こうしっかりやりつつ、うん、まあ、本当に明日から8月なので、うん、そういった準備をまたしっかりしながら、はい、サロンワークね、明日もまたたくさんご予約いただいているので、うん、頑張りたいなと思っております。はい、はい、ということでですね、今日はちょっと短い動画にはなりますが、うん、また明日から頑張りますということで。はい、ダメ？いや、いいよ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 、うん、いいよいいよ、ということでね、明日から頑張ろうっていう、うん、頑張ろう、そうっていう感じで終わろうかなということで、うん、あ、そうだね、はい、はい、ということで、また明日の動画でお会いしましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。